1915年の受賞者はリヒャルト・マルティン・ビルシュテッター。業績は植物色素物質、特にクロロフィルに関する研究です。クロロフィルって聞いたことありますか？まあ植物ってね、だいたい緑色の葉っぱ持ってますよね。あの緑色の正体がこれ実はクロロフィルっていう物質です。物質、分子です。で、クロロフィルって、まあ、こんな形してて、ビルシュテッターはですね、このクロロフィルについてのいくつかの事実にたどり着いた研究者です。まず、葉っぱから取れるクロロフィルには2種類存在するっていうことを突き止めました。知ってた？葉っぱから取れるクロロフィルは2種類あるの。クロロフィル A っていうのとクロロフィル B っていう2種類があるんです。で、ちなみに葉っぱじゃなくて海藻とかだったらもっとあります。クロロフィル全部で5つぐらいあるのかな？でも、まあ植物の葉っぱから取れるっていうことに関して言うと、その辺の葉っぱから取れるっていうことに言うと2種類みたいですね。クロロフィル A とクロロフィル B って2種類がある。で、それがですね、 A と B がそれぞれ3対1の割合で葉っぱの中に含まれているっていうことまで発見してます。へえ、そうなんだ。で、次にクロロフィルの化学組成っていうのを決定しました。で、クロロフィル A とクロロフィル B は実は化学組成が若干違ってて、 A と B は酸素1つ分、水素2つ分だけ組成が違うということを突き止めています。まあそれを確認したわけですね。そしてこれが結構すごいことなんですけど、クロロフィルの骨格、まあクロロフィル、まあ見た感じなんかこう骨格っぽいありますよね、特徴的なね、こうなんか何キエンザン、あれか、フートンラセンシュリケンの方が最近か、そう、フートンラセンシュリケンみたいなやつがあるんです。で、こうまあ真ん中にね、こうラセンガンの代わりにマグネシウムがバッて周りビャンビャンみたいな感じなんですけど、これね、この周りのビャンビャンのこう平面の部分が、これ実はこうクロロフィルの骨格、ポルフィリン環っていうまあ名前の骨格なんですけど、このクロロフィルの骨格、クロロフィルの構造が血液、動物の血液の赤色の原因物質のヘムという物質に似ているということに気がつきました。この事実にたどり着いたのめちゃめちゃやばくないですか？やばいんです。なんでやばいかっていうと、これね、私たちは今、この画面に出てる分子の構造、クロロフィルの構造とヘムの構造っていうのを見比べて、ああ、確かにこの同じポルフィリン環があるから似てるよね、みたいな話をしてるんですけど、彼ら、ビルシュテッターとかこの時代の有機学者はそうじゃないの。そうじゃなくって、彼らがやったのは、こう葉っぱから抽出した緑色の液体と血から取れた赤色の液体を見て、なんかそれを燃やしたりとか、なんか試薬突っ込んだりした結果、あ、なんか似た構造があるねって言ってんの。わかるわけなくね、これわかんないでしょ、わかんないよ、それはね、めっちゃ研究したんだなっていうのわかるでしょ。まあだからこの時代の有機化学者やっぱやばいんです、やばいんですよ。でね、まあ、今の知見で言うと、やっぱりまあ違うところももちろんあります。これ結構地味ですけど、このポルフィリン環のね、中のね、二重結合のね、まあちょっと難しい言葉で言うと、パイ協約の部分が、一箇所だけね、違うんですよね。パイ協約の広さが違うとかね、あとまあ真ん中に入ってる金属も違いますよね。片方マグネシウムで、片方は鉄だから、まあ違うと。まあ結構細かい違いっていうのはもちろんありますけど、まあでも大体同じ特徴的なポルフィリン骨格っていうのを持ってると。いうことですね。これに気づく、1915年の時点ではもう確実に気づいてた、リヒャルト・マルティン・ビルシュテッター、やばい。やばいね。はい、というわけで、今日はこれで以上です。1915年は、ビルシュテッター。お相手は、バーチャル大学院生の原子学担でした。